はい、おはようございます。こんにちは。こんばんは。亀も声です、はい。今回はメンタル弱いやつはまるまるせよっていうテーマでやっていきたいと思います。はい、メンタル弱いやつは僕です。<laughs> はい、いまあ、弱いやつが勝んなって思うんですけども言われるかもしれませんが、まあね弱いからこそね。色い々ろいろやってきました。はいまあ、大事な場面を控えた時、みんな緊張します。自分はもともと緊張しいです。まあ、だからこそ、メンタルは本当勉強して実践して勉強して実践して勉強して実践して,践してっていうね。本当にあの実学で学んできた。 っていうまあそういう自負がありますね。うん。まあだからこそまあ伝えられることもあるんじゃないかなと思います。はい。この動画を見ていただいて得られるものというのは大事な時にメンタルが安定しやすくなる方法を学べると思います。はい。それでですね今回テーマメンタル弱い人丸々せよっていうこの丸々はですね分解という言葉を入れたいと思いますねあのー、画像のね山本健丸々さいさんがですねえー、分解と言ってますけどまあこれちょっと文字ってますけども。<laughs> <laughs> まあ試合はね、えー、と5つに分解せよっていうことです。はい、環境を空いて自分心理ここから導き出す準備練習方法とは何かっていうことだと思います。と、はい、いう、えー、ことだと思うんですけれどもまあ一つ一つね、えー、噛み砕いて、えー、説明していければなと思います。はい、まず1番環境、はい、その大事な時の環境を思い浮かべてみてください。はい 試合はどのような環境なのかな例えば暑いかな寒いかな、えー、何時から行われるかなとか日付はいつかなとか、ねえー、まあ例えば海外試合とかだったら、ね、時差はどれくらいかなとか、えー、ご飯はちゃんと食べれるかなとか、えー、ちゃんと寝れるかなとかもうねな何でもいいですよいろいろ書き出します大体僕はね10項目ぐらい、えー、最低は書き出してますねはい環境を書き出してみるはい 先に言い忘れちゃったんですけども基本的にはペンとノートをね引っ張り出してきてですね、えー、書き出すっていうことが、えー、亀山のかなりおすすめの、ねえー、やり口になりますね <laughs> やり口っていう言い方あれか <laughs> まあいいや、えー、2番相手ライバルは誰がいるかっていうことを書き出しますはいえー、まあ有名な言葉で皆さんえー 聞いたことある方もいらっしゃると思うんです。けれども、彼を知り、己を知れば百戦危うからずっていうね。言葉結構僕は好きでですね。はい、この。相手は誰なのか？ということをちゃんと明確にするっていうことが大事なんじゃないかなと思います。まあ、体操はこう自分個人競技なので、自分の力を高めてそれを発揮できればっていうところもあると思うんです。けれども、まあね。なんかえー、まあ試合分解する方が僕はメンタルが安定すると思うので。えー この相手をまず書き出してみるって言うことがえー、大事になるんじゃないかなと思います。はい、3番えー、自分ですねえー。ライバルから見て、自分はどのような目標を立てるのか、自分を設定するっていうことですね。はい自分を設定するっていうことで。まあライバルを見た時に、例えばこいつはこんくらいの点数取りそうだから、じゃ、自分はこんくらいの点数を目標にしていこうとかですね。まあ相手を見てえー。 戦い方を選ぶとか、まあ、戦略的なところですね、うん。っていうのもありなんじゃないかなと思います。まあ、先ほど見ましたけども、まあ、体操っていうのは自分の力を発揮できればいいんですけれどもなんかこうライバルを何て言うんですかね見間違えて、うん、こう結果が良くなかった何て言うんですかね,こうね予選の時に海外試合とかでよくあるんですけど。 こうライバルがいないのに自分マックスの演技構スあんまり調子よくないのにマックスの演技構成組んじゃって失敗して自滅して結果最悪みたいな予選落ちするとかだから結構そういうパターンが多くあってですね、まあ、だからこそこういう、えー、やり方がこう見つかったんですけれども、ね、この試合分解するというやり方を見つけたんですけれどもなんかこう海外試合でね、えー、よく、えー、学びましたねこれは。 うん、だからちゃんとライバルを見て自分を設定するっていうことが、まあ、戦略を立てれるんじゃないかなって思ったんですよ、うん、だから例えば強いライバルがいればいるほど自分はマックスを出さなきゃいけないしライバルがいないのになんか自分はめちゃくちゃ難しい演技構成をやって自滅するっていうなんかそういうことを避けたいなって思ったんですよねだからこそ、ね、この分解っていう、えー、理論にたどり着きました、はい、ちょっと横道それちゃいましたけど、ねまあ、自分っていうところを見てみるはい。 4番心理、うん、環境相手自分を書き出して客観的に見れたとき、その大事な場面でどのような気持ちになりそうかを書き出す。はい、これ結構ね大事だと思うんですよね。うん、なんかしかもねこれ書き出したときに書き出しながらえ皆さん気づくこともあると思うんですけれども、ま自分はね何に緊張するかっていうのがね見えてくると思うんですよ。うん、環境に緊張するのか相手に緊張するのか自分に緊張するのか。 うんっていうのが見えてくると思います。で亀岡の場合はこれね環境に緊張するなっていうことがねえ客観的に分かったんですよね。うんなんか例えば試合って結構異常な状態まあ普段の練習会場ではないしお客さんも入ったりするし時間も決められてるしそんな環境の中で自分はこう最大のパフォーマンス発揮しなければならないっていうで結構異常なことが えー、積み重なってるなーってまあ亀山は認識するんですよ。うんねえそう思いますだからこう外的ストレスに緊張するなーとかうんだからこの心理をねいろいろ書き出してみますはいまあここに緊張するとかこう不安感じるなーとかまたこういうとこへ行けそうだなーとかこういうとこへやりきれそうだなーとかもなんでもいいんですよまあそれは個人個人でいろいろあると思いますからはい。ねまあ心理を書き出してみるはい5番 ここから導き出す準備方法、はい、環境相手自分心理を見た結果自分は何をすすべきか明確にする、はいまあ、今分解したものっていうのはえ試合の、えー、内訳ですから試合で起きているもの試合の物事っていうものを紐解いた状態ですからここから自分は何をすればいいのかっていうのもが,がなんかすごく見えてくると思うんですよね。はい うん、この例えばですね、えー、まあ、海外試合例えば海外試合まあ、時差違いますよね例えば8時間とか、まあ、私ち12、ま、もう真逆の12時間とかだったりしますでその渡航した時に現地入った時にまあ、も,ろもろ8時間変わるときついじゃないですかだからこうなるべくその時間に日本時間でその時間に合わせて練習してみるとかですねうん。 まあ、本当に試合さながらで、えー、同じ時間に試合時間にきっちり合わせて練習してみるとかですね、まあ、またはまあ、ちょっと個人的に面白かったのはその試合で、えー、日本の器具と海外の器具って違うんですよ硬かったり柔らかかったりとかまあ、簡単に言うとあとその環境でも明るかったり暗かったりとかあるんですよね。で 自分が一番苦手としているのは自分の場という器具でですねえー。環境結構なんか黒を基調にしてるんですよ。黒を基調にしていて、そこにライト当てるんで、めちゃくちゃ眩しいんですよ。あでえっ、ー、と黒を基調にしていて、器具は真っ白で、そこにライト当てるんで、めちゃくちゃ眩しいんですよ。すごい！こううん。光なんか光ってんなって感じなんですよね。だからそれが僕苦手でだからこうえっ、ー、と練習。 常にですね。ライト買ってでそこをもう何ですか？器具をこうばって照らして、そこで練習してみたりとかですね。まあ、そういうことをやったりとかしていました。これはえ環境を相手、自分心理を分解したからこそえわ、ー、かることですね。まあ、経験からも分かることなんですけれども。ねまあ、環境に対してえ、自分はこういう。それに慣れていこうということを明確にできたっていうことですね。うんだから、この今分解したことに対してえ、自分が。 えー、気になったことに対して手を打っていくっていうことですね、うん、そうすることによって、えー、試合に近い雰囲気を味わった状態で試合を迎えることができるんですよ試合の内訳を全部分かった状態で試合に臨めるっていうことは試合やる前から大体結果見えてるんですよね。ここんくらややれればこうななるとかても えー、この分解しなくても分かるとまあもちろんそうなんですけれども自分はここで言いたいのは、えー、と大事な時にメンタルが安定しやすくなる方法ですから、うん、例えばもう明るいってことが分かってればいいわけじゃないですか、ね、さっきみたいに、えー、試合会場明るいの嫌だなと思ってでも明るいところに対応してきたなとか、うん、俺そういうことはやったとか、うん、または、えー、違う器具ってのはああでも俺違う器具でやった。 時差が違うよねえでも俺時差でやってきたからとか、えー、あとは試合時間がえちょっと遅かったなあでも遅い時間に俺も練習してきたから大丈夫とかですねそういうことがこうできるようになってくるんですよ。そうすると試合前にここここれれれれれもこ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 れもあやったったていう自信は少なくとも生まれてくると思うんですよね。だから自分分はこういういうに分解して、えー 分解して試合に臨むということをかなりお勧めします、はい、結論はですね分解することによって課題が見えてくる事前に試合のことをよく理解しておけば試合の怖さも半減するということですはいいかがだったでしょうか、まあね、自分は本当に、ね、こうメンタルがこう安定しないというか、うんまあね、もう体操も二十数年やってるんですけどもいまだに、ねこううん、分かんない <laughs> 分かんないって言っちゃうとあれなのかもしれないですけど、まあ、試合っていうのはね結構やっぱり、まあ、異常なんですよね、うん、この異常に対応するってことは日常も異常に近い状態の方がいいんじゃないかなと、まあ、これはねあの前の動画もあのメンタルの審議体の情熱編っていうやつでもあの触れているんですけれども異常なんですよね異常だからこそこうそこに対応する力っていうのを普段鍛えていなきゃなんないんですよ。うん、じゃあそのの異常試合での 異常って何って考えるってうことですね。うん、その考えるっていうのがこ分解せよっていうことです、はい。まあねこれは本当に自分があの体操してきた中でもう本当に、えー、体操人生終盤の中で、えー、もうほぼ最終フェーズですね最終フェーズの中で導き出した、えー、理論なのであのかなりあの。 濃い内容だとは思います。本当にこれ試合だけに限らず、えー、大事な場面を控えている人たちには本当に有効なんじゃないかなと思ったので、まあ、動画に、えー、してみました。はい、ぜひやってみてください。はい、この動画が、えー、面白いなと思った方はチャンネル登録、またいいねコメントお待ちしております。ありがとうございました。